この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。聞かせてもらいたい。え、あの男に興味がある。あの俺、君をどこかで、私も君の名前はかまぼこゴンパチロ。ああ、モンジロゴンパチロ、シャカリキケンコロ、いただきトン太郎、ゴンパチロゴンパチロ、かまぼこ勝負、勝負だ。よろしい、私が挽回しないとリゼ先輩が吹き矢部に入ることに。でも先輩ですら負けたのに。ごめんな、ジャロ。早く勝てるわけない。早く早く、ブラブラ、カモン。いいか、みんな、パキスタンより西のイスラム世界じゃ挨拶はこういうんじゃ。まずスマイルで、あ、シャラーム、あ、レイケム。 Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, Protect me and guide me。石像が殺してくれんだ。終わりだ、終わり、何もかも。もしかしてアク、彼女いるの？このシナリオが一番いいってネットに書いてあった。ネタバレ読むな。このジョルノ・ジョバーナには夢がある。最後に一瞬の隙をついてフェザーズフライ。ジャントンバルドゥバルドゥバーラサンニャタマンナントゥ。あいつに会う前に木村君に会ってれば。
Fatality. ああ、こっちは暇すぎだな。左翼の連中が羨ましいよ。おい、やめとけ。はっ、どうせ撃ってこねえよ。ん、ついた。ただいま。お散歩かい？小僧、散歩ではない、パトロールだ。そうか、パトロールかい。何？あまり遠く行くんじゃないよ。気をつけて。恐るべし、小僧。これは。いや、お互い大変だなって話。お前は全然大変じゃないだろ。朝、目が覚めるとなぜか泣いている。そういうことが時々ある。運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を踏んだら、itu di suatu dimensi yang lain。運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない。いいって言ってみろ。ヤギの鳴き声みてえな音がする。東京の部屋が火事で燃えても大丈夫だよ。どんな始まらなかった。このシナリオが一番いいってネットに書いてあった。ネタバレ読むなよ。サギリ山と、俺の漫画は理解できない。